どうも、マルベリです。マリオラン実況やっていきましょう。さあ、ということで、本日12月16日、もう回ってしまっておりますが、3時頃ですね、深夜3時頃リリースされ、生放送現在も進行中でございまして、スーパーマリオラン最速で全クリできるまで諦めません放送継続中でございまして、やっとワールド6までね、おじさんは来て、おります。もうタイトルはね、ワールド5か4ぐらいでもう決まりましたね。おじさんが行くみたいなね。おじさんが行くってなんだよおじさん、マリオおじさんが、マリオラン最速プレイみたいなね。まあちょっとタイトルは分かりませんが、そんな動画になってきておりますが、まあ余談はさっておき、いきましょう。ワールド6。まあ今日もっていうか、今回の動画も、棒読みでね、生放送中のね、リスナーさんのコメントがいろいろ入っていくと思いますが、おじさんに行く、そんなね、まあおじさんに行くなんて言ってる人もいますが、何でしょうか。だからそこら辺もね、楽しみながらね、動画を見ていただければと思いますよ。どうも、マルベリデイス。マルベリデイス。マルベリさんですよ。どんどん行きますよ。ここはなんか、やべ。ほら。自らハマって紹介。見た今の。あ、ここ気持ちいいやつだ。お尻で気持ちいいやつだ。あー、これいいね。ボキュー。おー。ここ気持ちいい系だね。言い出したのおじさんだろ、わら。言い出したのおじさんだろやめてよね。それな。おっと。いや、もうそういう罠やめて。その輪っかとか作ったらさ、おじさんもうその輪っかめがけて飛んじゃうからさ、そういう罠やめてくんない。もうそこに山があるからみたいな感じでさ、そこに輪があるから飛んじゃうわけよ。そういう罠にかかっていく、そういう反則やめて。早いな。よし、ピンク取れたでしょ。あ、いい、あ、いい。まあ、2個あろうが何個あろうがそんなもん。ほいっと、ほい、ほい、ほー。罠の癖がすごい。いや、罠の癖がすごい。コースクリア。いいね、順調でございました。パブロフ犬、わら。罠はかかるまで罠と気づかないのさ。そう、その通り。罠はね、気づいちゃ罠じゃないからね。行こう。さあ続いて、お、テレサが来てるよ。俺テレサ嫌いなんだよな。スイッチ仕掛けのお化け屋敷。まあこういう仕掛け物はね、もうおじさんの得意分野ですよ、本当に。もう仕掛けといえばおじさんぐらいなね。仕掛けおじさんぐらいなね。おっと、なんで？ただいまの来場者数40人です。得意とは一体？得意っていうのはね、あれですよ、お笑い芸人のね。今回何回言ってんだよ、そんなネタ。おっ、これはなかなか飛び越えちゃうんですね、マリオがこう勝手にね。おっ、ほらね、こうやってピュンって飛び越えちゃうわけよ。なめとんのか。よし、今回も時間との戦い。え、ちょっと待って、上行っても何もねえぞ。ワクベリ。あ、そういうことか。は？ What? What's your name? どういうこと？ほっ、は？踏んどるやんけ。よし、この下に出てたんね。お体重が足りなかった。お前はよ。おっ、よし、爆笑。オッケー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 。え、おじさんには理解できないの出てるよ。ちょっと、よし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 、ほっ、オッケー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 。あ、びっくりした。オッケーオッケー、もうね、タイムイズマネー。俺に時間さえあれば、そこにはもう結果とお金がついてくる。見た。ほっ、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 はい、神プレイ。すごいね。
やっぱりおじさんはね、こういうのは持ってるから。いやー、神ってるね。たまたまでしょ、わら。2016年、フレンドってなれますか。神ってる、うん、たまたま2個ついてんじゃねえかやめとけフレンドなれますよ。さあ、やめてよね、わら。いきました、 6-3 投げるな危険。フレンドがいるとランキングで競えます。あ、そうなんだ。いや、まあつってもね、私競うほどの実力ないからね。下ネタの癖がすんごい。あっと、下ネタ、下ネタなんて、おっ、あ、懐かしいね、このモグラみたいなやつ。いたいた。いや、この音楽も懐いね。これはあれでしょう、キラーが飛んでくるやつでしょう。ほっ。いやー、このゆっくりくるくるおじさん、いいよー。赤い帽子のおじさん、いい感じで進んでるよ。ほっ、どっどっ。おー、順調。やっぱこういうステージ得意だな、マルベリーおじさんも。やべえ、危ない。さあ、来ました、マリオルン、ボース。おい、これがね、これがあれ、これがね、もうマリオ世代のね、おじさんプレイですよ。ハイパーおじさんマリオプレイ。ハイパーおじさんマリオプレイ。ほりー、もうね、無理無理、おじさんに勝てるわけがないよ。なんじゃい、それを言ってよ。そんなことないよ。さあ、ボス来たぞ。ついにやってまいりました、ワールド 6-4。 走れ走れクッパの城、お城、うん、かわいいね、尾がついたからかわいいね。行きましょう。さあ、頑張れ。赤い帽子のおじさん、赤い帽子のオーバーオールのおじさん。お、いきなりボス戦だ。うぅ、一発食らわせれてるのかな、これ。あの、とりあえずボム兵みたいなの当てればいいんだろうね、きっとね。いや、これは当てらんないわ。よし、あー、ちょっとそれは位置が悪い。ここいけるんじゃない。いやー、それは罠だわ。いやー、きついね。おしおし、キノーコ、キノーコ、キノコを取ればこっちの、あー、やっ、あー、もうそれも無理だ。お、ここいける、ここいける。ここでは打ってこんのかい。お、どうだ。あー、まあしゃあない。まあこれは長期戦やな。よし、キノコ来た。おい、どうや。よし、2発目、3発当てればいい系かな。あ、なんかもう、もうピヨってる、ピヨってる。クッパがピヨっちゃってるよ。ピヨクッパ。ピヨってる、ピヨってる。はい、当たんない。オツであります。あ、それはちょっと無理だな。おっと、あー、当たんないね。かわしてきやがった。よし、あー、そんなとこ。逃げてんじゃねえぞ、クッパ、お前。勝負してこいよ。いや、これ逃げだな、クッパ。ビビってるわ、こいつ。ビビッパだ、ビビッパ。おれ！うわー、こいつは本当にもうビビッパし、ビビッパすぎ。おし、来た！はい、おつであります。おつであります。ビビッパさん、おつであります。もうね、マリオマスターのね、マルベリさんに、マルベリおじさんにかかればね、この赤いおじさん、赤いオーバーオールのおじさんをね、駆使して、もうビビッパなんてあっという間ですよ。あー、ほら、ピーチー姫、ご褒美のチューちょうだい。はい、ご褒美のチューください。はい、この辺、え、いや、やめた。あ、ほら、くれた。あ、オーバーオールじゃね？わっ。走れ走れ、クッパのお城。クリアでございます。そうすると、これで複数ミッションを達成しました。マイニンテンドを確認しましょう。ピーチ姫が王国に戻りました。二度とクッパに触れないよう王国を発展させましょう。キノピロラリに新たなワールドのコースが追加されました。ほう。ん？ワールドコースが追加された？あ、キノピオの方か。はい。ということで、これで一応全ステージをクリアして、まあ、一旦ワールドツアーは全部終わりと。で、あとは、
このキノピオラリーですね。このキノピオラリーをやっていくのと、あとはこの王国作りですか。ここら辺を進めていくという形になるんでしょうね。で、まあ、あとは追加コンテンツいろいろあると思うのと、キャラクターとかもね、いろいろと多分で今後出てくるんでしょうが、まあ、まずはとりあえず、マリオラン全ステージクリアできるまで諦めません。そして、最速実況動画、アップできるかなというところでしょう。まあ、今回の動画なんかね、いろいろありましたけど。まあちょっとね、いいのか悪いのかちょっとね、皆さんの反応を見てね、ちょっと、考えさせてもらいます。とりあえず今日はもう疲れました。この辺で、終わりたいと思います。とりあえず全クリ、一旦オツでありました。ということでございまして、この辺で今回の動画は終わりでございます。お別れでございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。